鈴木 GSX400 インパルス。GSX400 インパルス。GSX400 インパルスは、かつて鈴木が製造販売していたオートバイである。日本の道路交通法では普通自動二輪車に分類される。車種名にあるインパルスは、英語で衝撃の意味を持つ。車体種別はネイキッドに当たるが、初代から二代目まではまだ、ネイキッドという概念がなかった時期である。 初代インパルスは GSX400 回から派生した特別使用者として発売された。短期間で販売終了したが、吉村と共同開発した集合マフラーの採用やシングルシート風にデザインされたシート形状を何より、二代目インパルスはハンスムートによりデザインされてたが、初代と同様に販売期間は短かった。 三代目以降は、が、自動車排出ガス規制の基準が強化された2008年に生産終了した。1982年に発売され、後に続くシリーズの初代モデルとなった、これらと同じエンジンが搭載されたが、TSCC と呼ばれる。また、吉村と共同開発した 4E-1 式の、 集合マフラーが採用されるなどの変更も合わせて GSX400 杯より 3PS 高い、最高出力 48PS を発揮した。吉村と共同開発したマフラーは、エキゾーストパイプとサイレンサーはブラッククロームで仕上げられ、サイレンサーにはインパルスのエンブレムが取り付けられている。車体もアルミニウム合金製スイングアームや、リモート式減衰力調整機構付きリアショック。 アブソーバーが採用されるなど、元となった g s x 4 0 0ァイとの差別化が図られていた。一方で GSX400 回ファイではトリプルディスクブレーキ装備だったのに対して GSX400FS インパルスのリアブレーキはドラムブレーキとされていた。翌1983年に各パイプ製フレームに 水冷エンジンを搭載した GSX400FW が登場して GSX400FS インパルスの販売は終了した。1986年に2代目として発売され、車体形式は GK71E とされた。初代刀を手掛けたハンスモートによりデザインされた。当時のカタログに日本の若者のライフスタイルをイメージしたと表現された外観はもので、 ネイキッド仕様とハーフカウル仕様の2種類があった。特にネイキッド仕様は外観の由来や剥き出しになったフレームマウントのトラス状ヘッドライトステイの外見から。エンジンは同年に発売された GSX-R 形式 GK71 回と同じ排気量 398cc の4ストローク DOHC4 バルブ直列4気筒で シリンダーヘッドを水冷、シリンダーブロックは空冷、ピストン裏にオイルを噴射してエンジンオイルでも積極的に冷却する油冷とし、3種類の冷却方式を組み合わせたサトックスと呼ばれる独自の方式が用された。最高出力や最大トルクも GSX-R と同じ 59PS と 3.8kgm を発揮した。フレームは GSX-R とは違い、鉄鋼製のダブルクレードル式で、トップチューブ、タンクレールをシリンダーヘッド側面に取り回し、ダウンチューブは左右ともにボルトにより分割可能とされて、生成を向上された。トップチューブが燃料タンクよりも低く配置されて、タンクの幅がフレームの影響を受けず、タンクのニーグリップ部分やシートレール周りが細く作られた。 シート高も低くできており、直列4気筒エンジンを搭載した車種としては、サスペンションはフロントに、成立式、テレスコピックフォーク、リアに、E フルフローターと呼ばれる、リンク式モノ色サスペンションが採用された。ブレーキはフロントに、同型対抗4ポット式、キャリパー、リアに、同型対抗2ポット式キャリパーのディスクブレーキが、採用された。同系エンジンを搭載する。 GSX-R から単にカウルなどを取り外しただけではなく、社外のデザイナーにデザインを依頼して、フレームが専用設計された車種だったが、2年で販売を終了した。1994年に3代目として発売され、形式は GK79A とされた。タイプスはスズキワークスカラーとされて、 ビキニカウルが装備された派生仕様である譲りのエンジンを搭載するなどネイキットとして発売された。エンジンは GSX400S 刀のものを流用し、バンディットと同じ排気量 399cc の水冷4ストローク DOHC4 バルブ直列4気筒で最高出力 53PS のエンジンが搭載されていたが、シリンダーやシリンダーヘッド周りの造形は、 バンディットとは異なる。車体の外観はで、交換性ダブルクレードルフレームに、性別テレスコピックフォークと日本仕切りやショックなど、であった。数回にわたる細部の改良を受けながら1999年にまで、販売された。2004年に4代目として発売され、形式は g k 7 c a とされた。発売当時の販売価格は66万450円。 三代目 GSX400 インパルスを外観であるがエンジン形式や車体外装などは変更された。販売途中から GSX400 が省略されてインパルス400が正式な車種名となった。漫画特攻の宅のキャラ一条竹丸の愛車としても有名。エンジンは排気量 398cc の水冷4。 ストローク DOHC4 バルブ直列4、気筒エンジンで最高出力 53PS を発揮した。車体の構成も3代目の最終型とであるが、年々厳しくなる自動車排出ガス規制などの環境、ひとしの対策として、二次空気導入システム等が採用された。2008年1月、初代 GSX400FS のカラーリングをイメージした。 黒赤2色のグラフィックパターンとクラッチカバーの TSCC ロゴを再現した特別使用車、インパルス400スペシャルエディションが売りされた。限定生産300台ながら販売価格は末置きで66万450円。同2008年に生産終了となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。